お疲れ様でした。お疲れ様でした。どん電話駅伝をやったわけです、うん、王林が優勝しました。おめでとう。ありがとうございました。よかったよね。いやびっくりでした。なんか、うん、みんな待ち構えてるんだなっていうのが、ね、はい、感じます。スピードからも。ここで改めて、うん、王林がつながった電話市町村言っていきましょう。王林すごいよ。はい、秋田、うん、秘県平内市違う鰺ヶ沢市、三沢市、むつ市、八戸市、五戸市、田舎館市、六戸市なんでそうなるの？何なんで全部市なの？町とかもあるからさ、その辺が。そっか、そっか、忘れてた。そうそうそう、もう連れてました。思い出した上でちょっともう一回やってみよう。秋田町そこは県だろ。間違えてもいいですか。県で県でいい。市か県だよ。平内、平内町。おー、ピンポン。鰺ヶ沢市、ブー。鰺ヶ沢町、ピンポン。三沢市、むつ市、八戸市、五戸市、ブー。五戸市がブーだね。ブー。この辺し、じゃ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 、イントネーションの問題じゃないから。この辺もそうか。この辺じゃない、市じゃない。市じゃないから。この辺町。読み。あれどうしたんだ、この辺町。おお、やね。もうちょっと。田舎館村。六の辺し。六の辺町。やだ。結果、王林は何も覚えてないということをお伝えしましたけども。毎週土曜日夜7時半から土曜はどう、皆さん聞いてください。なんか喋ってバイバーイ。はい、オッケー。六戸町自信ない。